久保です。広島台風10号来るそうなんですけども、どうなんでしょうかね。多少風が強いぐらいで、ちょっと外行きますだと思うんですよ。1時間後も同じかなと思うんですけどね。どうなんでしょうか。あ、こういうような感じで2階ができてます。こう1階が見えるでしょ。あそこちょっとナイト2000の花が見えてますね。この辺に、この辺。はあ、よいしょよいしょ、中へ入ろうかな。トランポリンがあってね、宇宙戦艦ヤマト、ドアこうですよ、こうデンデデンデレレレデデデデみたいなね。まあ戦艦がかっこいいってのもデザインとしてはかっこいいんですけどもね、やっぱりね、殺傷兵器ですからね。ジム、エアコンつきました、ついにね。ありがとうございます。ジムで気がつね、これ気に入ってるのがこの鏡なんですよ。大きな鏡、これね、部屋にズバッとネジ止めしましたからね。ここでフォームをちゃんと整えるというね。ダンベル、バーベルとで、これね、腹筋するやつとかね、まあ一通り揃ってるでしょ。冷蔵庫にジュースもあるし、こうね、あんまり入ってないですけどね。このね、なんだかウェットティッシュと、これはなんかクレアチンサプリメントでございます。いやー、なんか本当に台風来るのかな。ということでございました。失礼します。牧人。